平山前の弱小大名、真田家で、難易度超級プレイしています。織田、徳川による武田家討伐により、主家、武田家を失う真田家はいきなりピンチです。そこで、越後の上杉を引っ張り出すことで、状況打破を狙います。すでに、越後より上杉の軍勢が来ていますね。今作は部隊が一度でも交戦状態になると、その両家は絶縁状態となりますので、出陣してきた上杉の部隊を、できれば徳川にぶつけたいです。当家が上杉と交戦してしまうと、元も子もないので、真田昌幸派交代させます。上杉部隊の移動速度が思ったより速く、間一髪でしたね。武田の城は残り4つ。やるとしようか。武田家は滅亡です。イベントと繁栄、あっという間でしたね。作者は武田勝頼好きですので、寂しいですね。武田の給料は徳川家のものになっています。うまいこと、上杉部隊が取り残されていますね。どちらにしても、正幸を、一旦騎乗させます。上杉の軍勢が、信濃方面に向けて進撃してきました。旧武田の城狙いと思いますが、沼田城の雪村を上田に呼び寄せます。真田の総兵力、約3500を、手薄の領地にぶつける算段です。2倍速しますね。織田家との同盟が成立しました。
これで、当面の敵は徳川、上杉に絞られます。北条家は、歴史イベントの関係で関心、状態となり、当面の脅威はなくなりました。上杉と徳川の対決が始まりましたね。地理的には上杉が優勢ですが、徳川は北条と同盟していますので、北条の援軍が来る可能性が高いと思われます。地理的に、徳川の小諸城と深志城を奪取したいですが、厳しいかもしれませんね。どちらにしても、我が真田の出る幕じゃないですね。状況を把握するまで、静かに見守りましょう。貴様へ参る。出陣するぞ。ご命令ください。先月の収支です。内政方針は、兵舎から商用の順に行います。兵舎を開発すると、演武場を建設できます。演武場は、人口と金を産出するので、重要な施設です。建設は労力4が必要で、弱小大名にとって結構辛いですね。やはり北条の援軍が来ましたね。なかなか均衡が破れませんね。上杉、徳川ともに総兵力約2万。北条は約4万、と、約4000の真田との規模の差が大きいです。なるべく派手にやり合ってもらって、消耗してもらいたいですね。そして、本能寺の変が発生。今後どうなるでしょうか。次回もよろしくお願いいたします。